こんにちは。こんにちは。髪の毛も随分変わってしっかりした髪の毛になってきましたね。はい、触った感じも随分違うんじゃないですか。そうですね。やっぱりこうチクチクしますね。ちょっと太くなった感じ。そうですね。かなり強くなっていると思います。そうですね。横の髪とかもしっかりして、全然抜けそうな感じもなく安心です。はい。3ヶ月経ってるんですけど、何か始めようと思ったり、例えば合コンとか行きたいなっていうような気持ちにはなってきませんか？そうですね。もう以前は全くそんな気にはなれないっていうか、もうそういうのはもう自分にはもう縁がないって思ってたんですけど、ちょっと自信がついてきて行ってみようかなっていう気にはなってます。今まではやっぱりちょっと引いてました。そうですね。もう絶対いけないですね。恥ずかしいっていうか、もう引いてましたね。そうですね。女性側からの話を聞くと、もやっぱり髪の毛は気にしないよって言われながらも結構ポイントになってますよね。はい、やっぱり髪の毛がしっかりしてる人と並んだ時に自分自身がもう引け目を感じてしまうので、やっぱりそれはですね行く気にはならなかったですね。だんだん髪の毛が元気になって、素敵な出会いがあることを期待してます。ありがとうございます。頑張ります。